多くの皆さんは毎食茶碗一1杯ずつのご飯を食べますよねでは1年の3分の1に相当する量360杯分のご飯を1日で食べることはできるでしょうか絶対に食べきれない量ですよねでも2017年4月福岡県朝倉市ではそれが実際に起きてしまいましたたった1日で年間の 三分の一に相当する五百ミリ以上の雨が降りましたとんでもない量の雨が降るようになったのは実は日本国内だけではないんです世界中で自然災害が急増しています地球温暖化の影響で異常気象が増加しているからと言われています地球温暖化の原因となるものは皆さんご存知でしょうか答えは二酸化炭素だけではありません 他にもメタンやアサン窒素などがありますがこのメタンガスは途上国の埋め立て処分場で多く発生していますこの図は私の研究室で開発された準高規制埋め立ての概念図です埋め立て処分場に小さな穴の開いたパイプを通して水を抜き空気の通り道を確保しますたったこれだけの工夫で外側から 自然に空気が供給されゴミの分解を促進させるという画期的な埋め立て技術です今では全世界に注目され海外への技術移転が進んでいます災害の話に戻しましょう災害時には廃棄物処理が重要課題となります迅速な処理が求められますが自治体によってはそれをこなすのに十分な職員 処理施設を確保しているわけではありません全国の約半数の自治体では担当職員が1名ないし2名しかいないという厳しい財政事情があります財政事情だけではありません現在では少子高齢化が進んでいます高齢の方はベッドやソファーなどの家具古くなったブラウン管テレビなど重すぎて大きすぎて なかなか持ち出すことができずに溜め込んでしまいますでも災害時には結局ゴミになってしまったり空き家の増加にもつながりかねませんこのようにゴミ問題というのは我々現代社会また皆さんが活躍する将来社会のすべての実情を踏まえて考えるべきとても大きな問題です科学技術だけではなく政策的な視点地域社会づくりの視点からも 問題解決が求められています。